こちらがくるみとで、こちらはカニサです。いやカツンなんか違うもんね、ミオと 絵面が違うんだって。おじさんのこの絵マジおもろい。これやばいな。始めます。これは始めました。ちょっと撮影していいですか。YouTuber。YouTuber なんです。18万人ぐらい見るんで。すごいね。これでお客さん来たら、やったその時1本お願いしてください。これがいい。味は2種類。クリームたっぷり。味噌がうまい。赤味噌もうまそうだけど。じゃあ1本ずついって半分ずつ食べよう。うまいわ。マジで食べれない。タイミングの悪さ。いや、2本3本マジで。こんなものもできちっちゃいんだ。はい、そうです。あ、じゃあもうちょっと頼むよ。もう10本目頼むよ。絶対そんな食べれんって。だけどせっかく来たもんね。あ、そういうこと。10本それ15で、55でお前5本食べ。無理だってマジで吐く。ガリガリ君サワー始めました。ノンアルモット。アイスクリームあるじゃん。アイスクリーム、お母さん、アイスクリームもあるんですか。はい、ソフトクリーム。あ、ある。ないな。俺こっちがいい。ガリガリ君サワーとアイスクリームと。ガリガリ君サワーノンアルコール。あ、何？ノンアルコールって何？アルコール入ったやつなんだ。はい、普通のサワー、甘くないサワーでガリガリ君が入って、すごい。だんだんお味が変わって面白いですよ。ガリガリ君のアルコール味ってこんな感じ。でも普通のサワーにガリガリ君が入れてるだけでしょ。そう。おじさんのこの絵マジおもろいね。やばいな。やばい、本当に悲しいおじさん二人で。人はちょっと前もお前も食べようと思って。やだよ。タピオカなんかないでしょ。いや、でも潰れてるんかなんか書いてありましたもん。結構有名なタピオカ店。そう、それも危機感なさすぎじゃないですか。二人とも携帯財布を置いてってそんなパッて置いてかれたらもう走って追いかけるんでしょ。二人負けるって絶対。もうお金に関してはすごい、もうめちゃくちゃ負けるって多分。マジ。あ、ありがとうございます。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 なんかちょっと紹介してください。はい、こちらがくるみ味噌で、こちら赤味噌です。赤味噌。はい。あの名古屋ね。生姜風味の赤味噌。はじめこれ1本でいこうと思ったんですけど、うん、やっぱり名古屋なので、はい、名古屋のリスペクト。よかったら。ありがとうございます。いただきます。お世話になっている方なので、はい、またぜひ皆さん大須の住所のところアプリ貼っておきます。ありがとうございます、ありがとうございます。ガリガリ君もあの、はい、ちょっとだけこれノンアルコールで少し甘みがあるので、はい、先にかじったりしてから召し上がってみてください。カメラ外で食べ、カメラ外で食べ始めるのやめてください。撮ってから食べていただきたいんですけど。うまい。何食うの。本当に飽きそう。今でも一本ぐらい食えるの。いや、みよ、五平餅大好きなんですよ、うん。走って買いに行くぐらい屋台まで。マジで。マジうまいよこれ。じゃあうまいんですけど、今やばいもん。出そうだもんさっきのが。今でも。あ、生姜だね。あ、でもくるみの方が美味しいかな。これはくるみ派。で木下さんが。俺もくるみ派。くるみ派。おじさん二人が五平餅食べて。たまにはこういうほっこり動画も、あのいつもなんかね、なんか悪者になってたり。マジで本当に、ちょっとマジで本当に無理。じゃあマジで無理、今吐きそうだもん。じゃあ無理、さっきのが本当に来てる。本当に無理だ今。マジで無理。じゃあこういうの美味しく食べたい。今食べても絶対美味しいってな言葉だけになるもん。五平餅は美味しく食べたい。五平餅はマジ美味しく食べたい。ノンアルコールだろうな。仕事中なんで飲まれてもらえない。皆さん、もう俺らおじさんの食べとる姿ばっかりじゃちょっと寂しいと思いますので、みよちゃんがおいしそうに食べるおじさんがなんかもちろんごとくガリガリ君を食べるおじさん、整った今ガリガリ君を食べるおじさんとうんこ座りで食べ物を味見する女子、そうや絵が不良だ。足お前、いや体柔らかいんだろお前な。えらいなさ、座っとった。こうやって座れん人おる。いや俺絶対座れん。本当に、うん、いや一瞬だったらそれだけど、めちゃくちゃ偉いと思う。座ってみていく。どういうことでしょう。じゃあ もっと下までギュンと足揃えて。足揃えて。そう。
ぐちゃぐちゃ偉いでしょ、こんな。カッツンなんか違うもんね。ミオと絵面が違うんだって。違う、うん、ミオはなんかペコンってもう、うん、なんかちっちゃくなってる、ね、うん、ちっちゃくなってる。ちょっとなんか空気椅子っぽいもんね。だってこいつ寝らべた後つくもんな。つく、マジつくから。うわー、こいつマジでない。手全部つかめた、お前。うわ、すげえ、うん、これすごい。悲しい。いや、俺はこっちの方が太るよ、多分。結構4本だって。俺多分3本目だもん。俺4本、ちょうど、そうだ、俺4本の3本でしょ。どうですか、味は。あ、ちょっとテンション上げてもらえんかな、YouTube 的に。使えんところが多いですけど。ちょうどいいのが2本で、ザレ式があるんで、2本。あ、そういうこと。そう。あ、そうか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 、熱いか冷めかどっちか。真ん中に属質されていたけど、式があるんだ。しかもおっさん二人で何の話。季節の話しちゃいけないから。これがおじさんぶらり旅だ。本日はい、あ、まだ一個もできる。まだでいいじゃん。締め、締め、なんでこれ、これなくならんと締めね。もうちょっとしんどいもん今。炭酸が結構来たもん今。はいはいとか言ってね。もう怖い、このおじさんたち本当に。俺だけど味噌ほとんど俺平らげた話じゃん。うん、美味しい。ただただいっぱい。じゃあでもさ、このサイズお土産によくない？ちょうどいいね、このサイズ。そう、安いし、お絵文字できるし、でかいしね、食べやすい、うん、お前がってたただのおじさんだけの感想。それでいいよ、別に壊れるって思われたたまには。チャンネル解除、赤番数、赤番数、チャンネル解除100件ぐらい。はい、じゃあ大須のみたらし屋さん、ごペイ持ち、ごペイ持ち、丸はない。に来て、まあ、キノピの知り合いだということで、はい、ちょっとたまにはこういうとこ顔出して、ね、朝からこんな映像を見せられた人はなんでやねんって思う人多々いると思いますが、はい、またチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。お願いします。足場の買い取り、自主性事業やってますので、そちらの方のセミナーもやってますんで、はい、ぜひ参加してみてください。無料でやってますよ、そちら、はい、キノピのセミナーに。廃品、あの、遺品回収、はい、ゴミ屋敷、ゴミ屋敷、はい、片付けで、片付け屋さん、はい、困ってる方いらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、せーの、また見てね。Yeah.